何？友金も野田も揃って風邪？別にそんなことないんだけどな。俺も。あ、わかった。誰かが今日の野田ちゃんの可愛さについて噂しちゃってるな。はいはい、言ってなさい。お、おはよう、キサラギ。おはようございます、ナミコさん。野田ちゃんも友金さんもおはようございます。おはよう。おはよう。なんだか今日の教室は朝からそわそわしてますね。そりゃそうだろう、今日は転校生が来るんだぜ。転校生じゃない、留学生。昨日の外間先生の話ちゃんと聞いてた？留学生ってことは海外から来るんですよね。どんな人なんでしょうか。わかんないけど、おしゃべりで面白い人だといいよね。外国の人なんだし、おしゃべりは難しいんじゃない？日本語がどのくらい話せるのかだってわからないし。そうですね、読み書きできるんでしょうか。この間書いた地図、役に立ってるといいんですが。ああ、あれ、全部日本語で書いちゃったもんな。あとね、あとね、可愛いといいな。可愛いって、別に来るのが女だって決まってるわけじゃないだろう。つか、まあな、思うんだけどよ、俺、外国の人に挨拶とかしたことないんだけど、どうやるんだ？ハロー！ How are you？ とか言った方がいいのか？普通に挨拶をすればいいんじゃないでしょうか。こんにちはって。ダメダメ、もっと GA らしく、優雅に。ボンジュール、メルシー、シルブプレ。野田殿、そのフランス語は、メルシーはありがとう、シルブプレはお願いしますという意味だから挨拶には適さない。おお、そうなのか。さすが教授。おはようございます、教授さん。おはよう、マサ。今日ちょっと遅かったね。うん、少々道案内をしていた。道案内？誰に？なんで？話せば長くなるのだが。ねえ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 、教授、留学生どんな子が来ると思う？可愛い子かな、面白い子かな。可愛い子だ、それも面白くもある。お、なんか断言されちゃった。予言？マサが言うと微妙に本当っぽいよね。時間だぞ、静かにしろ、席につけ。あ、おはようございます先生。おはようございます。で、あ、うお、二人とも元気なのはよくわかったから早く着席。はーい。おはよう、みんな。まずは昨日連絡した留学生を紹介する。こちらマリアンヌ・ファン・ティエネンさんだ。今日から3ヶ月間みんなと一緒に過ごすことになる。短い間だが、いろいろと面倒を見てやれよ。じゃあ自己紹介してくれ。割と問題なくいけるんだそうだ。みんな安心して話しかけるといい。はーい。野田、別に返事はしなくていいぞ。えひひひ。野田、座りなって。でもでも、ナミコさん、よかったね。日本語ペラペラだよ。それに髪は金髪だし、目は綺麗な青、まるでお人形さんみたい。すごいすごい。わかったわかったから。野田殿、今はホームルーム中だ。
じゃあ知り合いなのかよ。今朝道案内をした。あ、言ってましたね。確かに。なんだ、じゃあ予言じゃなくて知ってたんだね。ればいいが。私は構いません。じゃあ決まりだ。大道、これも何かの縁だ。いろいろと面倒見てやってくれ。はい。こちらこそよろしく頼む、マリ殿。